TV の新安です今回の動画ですけども薬剤師が語るっていう話で新型コロナウイルスに対しての武田薬品工業が開発開始をした免疫グロブリン製剤の話が先日あったのでそれについて話したいと思います今まで報道されていた新型コロナウイルスの薬として期待されているのが3種あります えー、その3種とも、いずれも、えー、もともと違う、えー、お薬だったんですけども、えー、インフルエンザの治療剤、抗エボラの治療薬で、エイズ治療剤といったものの3種が挙げられています。で、これらは3種とも、まああのーえー、と細胞の中でですね、ウイルスの増殖を遺伝子的に、まあ、抑えていくといったような感じのお薬、いった感じいいったいうような作用のお薬であります。 今回、ニュース報道でされていると思うんですけども、武田薬品工業が開発しようとしている免疫クロブリ製剤とはどんなお薬かと言いますと、新型コロナウイルスの感染されたハイリスク患者対象の薬として、開発開始を始めたという薬になります。で、COSARSCOV2 ポリクロナル 抗免疫グロブリンっていうのが、まあ、薬の正式な名前なんですけどもそういった名前の開発を始めています、えーまあ、簡単にこれ何を開発してるかって言いますと,、えー、とこのウイルスに対する抗体ですねを開発するといったことですで先ほども言った SARS-COV-2 って何かって言いますと新型コロナウイルスの えまあこれ別名 c o v i d 1 9ティですねとも言われていますけどもその SARSCOV2 がその原因となるウイルスとなるということが分かっていますのでその抗体を開発その抗体というのも今すでに名前も入っているんですけど TAC888 ってやつですねの開発開始をしたということでありますえこの開発にはまああの実際にどうやって開発していくか 必要な条件が実際に、まあ、あの感染されて回復した患者さんあるいはワクチンが先に、まあ、開発されてで成功してそれによってきちっとあの、まあ、あの症状は蹴るわという方とかですねそういった方々の患者の結晶が必要であるわけですね。でそれはなぜかと言いますと、えー、その方々はもうすでに体内に抗体ができているから。 いうことですその抗体をとってあのお薬として製剤化していこうというわけです。で、今現在ですね、ある免疫グロブリン製剤の、えー、候補が上がっているものも、当時にあの、えー、市場にあるもの、市場に上がってないけども、いろいろ上がっあのういう開発途中でできているものもありますので、そういったものも含めて、えー、探索をしているところ。 という話もありますので、まあ、あの同時に並行して,やっているというところなので、まあ、膨大な数でもありますし、実際に今、今感染がこんなに広がっているので、えーまあ、患者さんの数も結構ね、どれぐらいの数でキック効かないかとか、治ってらっしゃるかというところも全部データを取っていっていらっしゃると思いますので、そういったところで時間を要すると思いますけども、今回の免疫グローブリン、まあ 正確には抗免疫グロブリンセーターなんですけどそういった製剤の開発には大いに期待したいなと思っております、えー、短い動画でありますけども、まああのー、日々ですね、あのー、日本ゃあちこちで、えー、感染者数が発表されていて皆さんの不安がね募っている毎日だと思いますけども、えー、日本の、ね、会社である武田工業薬品が、えー、っこういった画期、あのー、的な薬も 開発にすごく前向きに取り組んでおられるので我々はなんとか感染しないように広めないように頑張ってやっていきましょう。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。この動画に対する高評価、チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。ではまた失礼いたします。